AD は何されたら嫌ですか。なんでしょうね。何が嫌なんだろう。アリさん、歯医者さんが兼用戦。エースさんですね。ちゃった。もったいない。もったいないよ。鉄拳らしさがないってので嫌う人が多いんじゃないですかね。鉄拳練習会はまあアドバイスできるとこはしたりとか。いやもう秋はね、あれですね、オンラインはもう本当に無理だと思いましたね。店内をしないとダメ。ちょっとびっくりしました本当に。重さに怖い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 、すごいプレッシャー。いや本当重たすぎ、重たすぎどころの騒ぎじゃなかったですね。プレステ3回戦3以下ですよ多分。なんかもうとりあえずすごかったですね。やばいやばい。わあ、山捨てうますぎる。
先行列券のヒット確認ができ、できませんでしたもんね。ワンワン右パンみたいな。とか、ハイキックっていうか、しゃがむとこしゃがんでもかかと蹴りすら入らないとか、なんかそういうのがありすぎて、ちょっと本当にやばかったですね。出してない。あー、うまい。強すぎ打ち。まだ明けの店内よりこの今の韓国の人との Steam の回線用の対戦の方が軽いですもんね。Round one. Fight.
2K は ほぼ確定ですね。左王点で買わせるときがあるぐらいです。いいジャンボ、お相手はお名前を見ての通りですね。あれか、壁はやばい、来い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 、横ミスでしょ今の。多分プロではないと思いますけど、昔から有名な人です。やばいやばい、ターンが来るぞ。 OKOK、なんかもう韓国の人って本当なんか山捨て中に中段が引っかからないですよね。
ほんとすごいなと思うんですけど。違う。悩んだー。以外でうまい。スカ角が早いとかじゃないですかね。しゃがみからのだいたいスピナッチが動物界の人はうまいイメージです。フレーム変わったんで2択になったのかな、多分なったんじゃないですかね。このルーターへのこのたまりにたまったストレスを鉄拳で発散していかないと。セルが全ての気持ちはこもってましたね。あ、ジャグローは絶対サバカンバな。
ぜひ。ハリヤさんが鉄拳を。チームはハイキックと 2RK が大幅強化です。ディルーターはダメでしたね。ああ、やっぱ我慢できなかったな。 PC は見れないですね。間違った向かんのか。うわ、そんなことあります？あ、おせん。うわー、おせない。結構気合い入れたんだけどな。
いいトゥースマー。よし。